総辞寺は、大阪府茨城市総辞寺にある高野山真言宗の寺院。三言は札楽山。本尊は、千樹観音。西国三十三書、第二十二番札書。会期である藤原山影は、四条流傍聴堂という新たな包丁式を定めたことから料理人の信仰を受けている。本尊真言、御馬皿たら巻陸祖赤子栄華。 おしなべておいも若きも総治じ,じの仏の近い頼まぬ話、当時の早々説話は、助けた亀の恩返しと観音のお礼言に関するもので、寺所蔵の縁起絵巻のほか、今昔物語集などにも見える。それによると、怪奇である藤原山影の父、藤原高久が、漁師たちが大器を捉えているのを見て、今日18日は、観音様の縁日だからと、亀を買い取って、川へ逃がしてやった。 その日の夜、山影が、ママ母の計略で船から川に落とされてしまった。高房はこれを悲しみ、観音に祈ったところ、高房が助けた亀が山影を甲羅に乗せて現れたという。高房の没後、山影が、保温のため観音像を増留し、祀ったのが、当時の起源だという。自伝では、元領3年頃、藤原山影が創建し、 山陰の三回忌の環表二年に、仮覧が完成したとする。寺は、天正年間に、織田信長の陛下にかかって水没したが、慶長八年に、豊臣秀頼によって本堂が再建され、境内の復興が行われた。当時の秘仏本尊の木造千手観の御立像は、造高75.4センチメートル、自伝に基づき、亀の背に乗っている。脇地として、 全女流王像と、雨、報道寺像を配する。もともと、おしなべて高き静式、総き、掃児のふっつの近い頼まぬは、なしだったが、近年の人権意識の高まりにより、おしなべて老いも若きも総除児のふっつの近い頼まぬは、なしに変更されている。郵便番号567-0801大阪府、茨城市総除児1丁目6番1号像校は、 西国33所決演5階上公式ガイドブック P91 によるありがとうございます。